ななみくん、どうしたの？ごめん、今日のデートなんだけどさ、仕事入っちゃってさ。また？でも仕事じゃしょうがないわね。今度たっぷり埋め合わせしてもらうからね。ああ、もちろん。じゃあまた電話するから。本当ごめんね。うん。あ、体だけは気をつけてね。ありがとう。じゃあ。はあ、参っちゃうよな。せっかく車買ったのに全然デートする暇ないんだもんな。転職情報誌には日曜祝日は休みと記されていた本若であったが、支店全体の販売目標に届きそうにない時は休日も臨時出勤となることが多かった。っていうか、まともに休めたのは入社後数ヶ月の間だけで、あとはほとんど毎月臨時出勤させられていたのだ。僕個人の成績も悪くはなかったが、簡単には売れなくなってきていた。いかがわしいセールストークを使うにも、やはり新しめの小綺麗な家が攻めやすいのであるが、そう簡単にそういった家が見つかるわけでなく。お、よし、あの家だ。あったとしても、いや、お宅のお家が素晴らしいもので、ぜひ当社の宣伝に使わせていただきたいと思いまして。その場合100万円が25万円にですね。結構です。必ずしも成功するとは限らないのであった。したがって基本的には商品の良さをアピールする成功法で攻める場合が多くなるのであった。しかし成功法で契約を取るのは容易ではない。間に合ってます。成功法で契約を取る秘訣、それは。いりません。帰れ。死ね。いかに数多くの家を回れるかである。まあスロットでも何軒か回ればそのうち良さげな台に出会うみたいなもんです。もしかして僕のはしご打ちの原点はここにあったりして。とにかくこんな調子で僕は月に最低10件の契約を目標に頑張っていたのだ。ここはダメだ、次の町へ移動だ。10件というのは10件以上契約すると1件あたり4万円の歩合が発生するのである。つまり10件契約すれば40万円の給料が確定するのだ。10件未満の場合はほぼ基本給となり、十数万円の給料しかもらえない。その差はまさに天国と地獄なのであった。だから最低でも10件の契約を取るために死に物狂いで多くの家を回ったのだ。こんにちは、温水器の本若です。そして数週間後。ああ、マキちゃん、俺明日久しぶりに休み取れそうなんだよ。うん、今回は絶対大丈夫だよ。うん。え？比叡山？いいよ、行こう行こう。ほんと？うん、じゃあ明日9時ね。オッケー。マキちゃんの手作り弁当か、楽しみだな。うん？はい？誰だよこんな時間に。はい、もしもし、本若社員寮ですけど。また仕事？もうお弁当だって作っちゃったのに。今日は絶対大丈夫だって言ったじゃないの。ごめん、昨夜遅くに連絡があってさ。本当ごめん、今度必ず埋め合わせするからさ。勝手にすれば。完全に怒らせちゃったな。でも怒りたいのはこっちの方だよ。ったく、ひどい会社だよ。くそ、借金さえなければこんな会社。でも給料いいんだよな。おはようございます。どうしたんです、あれ。昨日全国支店長会議の席で社長にボコボコにされたみてえだな。いい気味だって言いたいところだが、
おかげでこっちも休日がパーだもんな。クソ、社長からして暴力的なんだな、この会社は。いいかお前ら、今日は死ぬ気で注文取ってこい。いつまでも隣の京都支店に負けてたんじゃ俺の顔が丸つぶれなんだよ。特に犬山、わしだ、黒川。はい。それから七海。はい。お前らリーダー格の人間は今日一日車に乗ることを許さん。注文が取れるまで歩きまくれ。そんな。入社して半年も経たないうちに僕は部下が二人いるリーダー格になっていた。成績が良かった僕は社員が辞めていくたびに地位が繰り上がっていったのだ。どうせお前らクーラー効かせた車で昼寝でもしてんだろうが。おお、図星だろう。ああ、それから携帯と財布も置いてけ。その代わり20円だけ持たせてやる。注文が取れたら電話しろ。迎えに行ってやる。いいか、注文が取れるまでは電話するんじゃねえぞ、こら。返事は？はい。これじゃあジュースも買えないよ。で、タバコも最後の一本じゃん。参ったな。こりゃ早いとこ契約取らないと。片っ端から当たっていくしかねえな。こんにちは、温水器の本若です。お断りします。そんなもんいらん、帰れ帰れ。セールスお断りってシール見えないの、バカ。まいったな。日曜で留守の家が多いし、車がないと思い通りに動けないしな。最後の一本も吸っちゃったよ。どうすっかな。この辺りは一通り回っちゃったしな。仕方ない、ちょっと遠いけど緑ヶ丘ニュータウンまで歩くか。それにしても腹減ったな。しかしどこに行っても温水器はなかなか売れなかった。ようやく売れたのは夜11時近くであった。そんな時間に契約が取れるわけないと思った人は訪問販売の実態を知らなすぎである。あ、この家はまだ新しそうだしな。ちょっと暗くてよくわからないけど、ガスメーターはまだ数字が若い。これは間違いなく新築だ。よし、新築。特に越してきて間もないような家は近所付き合いも少なく、比較的セールスマンに寛容である。いかがわしいセールストークもかなり有効で契約率が高いのである。ごめんください。夜分すいません、温水器の本若ですが。こんな時間にセールスですか？いえいえ、ちょっと通りかかったら、あまりにもお宅様のお家がお綺麗なものでよかったら我が社の宣伝に使わせていただけないかと思いまして。宣伝？まあとにかくお入りください。はい、失礼します。夜遅くにやってきた見ず知らずの者を追い返さない時点でもらったも同然であった。ありがとうございます。話は簡単にまとまった。はあ、これでやっと帰れる。しかし支店全体のその日の受注件数は散々な結果に終わったのだった。なんだこのざまは。ああ、お前らそれでも男か、この根性なしか。荒れてんな。こりゃ今日契約取れなかった連中からまた怪我人が出るぞ。かわいそうに。お前ら気合が足りねえんだよ。全員一列に並べ。全員？たく、のこのこ帰ってきやがって。この役立たずか。まさか全員？犬山、
大体お前らが普段甘やかしてるからこうなんだよ。この給料泥棒が。犬山さんまで。つうことはやっぱり。ななみ。はい。顔面、首、尻、どこだ。ビンタかパンチか、エルボー、蹴り、どれだ。お前もだ。この漫画はフィクションではありません。あくまで実話です。たく、このカスどもが。この日、社員全員が支店長から暴行を受けた。中には肋骨にひびの入った先輩もいた。いくら給料が良くてもこれじゃあ、こんな会社。